こんにちは、こんばんは、ゆいけむらです。動画ご視聴いただきありがとうございます。久々に大物機材をゲットしましたので開封して遊ぼうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。いきなりファームウェアアップ出てきてるな。おお。これ伝わるかわからないんですけど、ディスプレイがね、めちゃくちゃ綺麗。なんだろう、これデラックスリバーブってこと？おお。操作に関しての事前情報全くわからないんですけども、タッチで変えていくの？これ。ボリューム。お！なるほど。ここも回るようになってんだ。そしてですね、この、スイッチ、ノブですね。回すと、今、ボリュームノブもですね、ディスプレイで変わってるんですよね。アンプ使ってる感覚が、ここでもわかると。音はどんな感じなの？とりあえずチューニングしよう。チューナーもね、今ソファーの後ろから見てるんですけどね、ちょっと離れたところからディスプレイ見てるんですけど、結構見やすいですね。視認性はバッチリだと思います。暗いところでもね。さあ、サウンドですけど、使用このデラックスリバーブで、ベースちょっとで、ベース出すぎかな。リバーブもゼロ。今ディレイかかってんな。これか。スペースディレイ。バイパスにしたいのかな。これでバイパスになったと。なんか操作も初めて見ますけど。このちょっとドクリーンじゃなくて、ぽいなっていうか、もう本家なんですけどね。ね、このボリュームちょっと上げた感じで歪むのもそれっぽく、もういいね。ちょっと今ギターのボリューム下げ目なんですけど、6ぐらいで、これ10にすると、
すごいね。さすが。さすが本家。キャビとかこれいじり始めると、日が暮れるな。あ、マイク、SM7B だ。結構僕これは使ってるマイクですね。とりあえずデフォルトのサウンドチェックしたいな。EVH5150。カッティングエッジとか。こう変えていくんか。海外 YouTuber のレビュー見てると、オフィシャルのライセンスが取れてるので、なんかこう、歪みもそうなんですけど、ボリュームのカーブが、ものによってはマルチエフェクターってこう、ボリューム、ギターのボリュームですよ。3とか4とかにすると、がっつりこう、消えちゃうものもあるんですけど、改造感すごい。エディの音というよりは、まあ、杉蔵さんも使ってるんで。マスターのリテイクの杉蔵さんの音に似てると言いますか。まあ、杉蔵さんがここにセッティングしてる感じもあるんですけどね。いや、僕はあのフルアルバム早く聴きたいですね。バンク今3つ目なんですけど、カッティングエッジってやつなんですけど、もうこれだけで楽しいな。揺れも自然だな。あかん。止まらん、これは。これが今バイパスの状態で、アンプもね、アンプもデラックスリバーブからプリンストーンリバーブとかね、スーパーリバーブとかツインリバーブ、ブルースジュニアとか JC クリーンとかね、このあたりも、サウンドは幅広く、コンボからヘッドまで
こんな感じですね。これでキャビとかを組み合わせると、まあ、フェンダー系に特化したね、アンプが今中心ですけども、さらにマイキングとか、まだね、この IR とかがね、アップデートがあるみたいなんですけども、リンストンリバーブ。本当に？これのバイパスで、これをアンプにすると。リプレイス、スーパーリバーブとか。これなんかこうデジタル系苦手な人でも楽しめるかもな。鼻につくような。これバイパスね。ブライトスイッチオンね、アンサンブルとかちょっと埋もれたりすると。いいね。再現度すごい。スインギバープ。JC も入ってます。おお、なんかね、よくスタジオで見るやつですけど。バイパスでこれをオンにします。なんかより綺麗なんですけども、さらにエフェクトを追加してアンとしましょう。エフェクツ、コーラス入れたいですね、せっかくなんで。フェンダーのアンプ系なのに JC を触っているというね。JC コーラス。これでオンオフになるのか。なんか揺れの形が聞きすぎな感じするんですけど、モノかステレオかって感じかな。これかより？モノ、ステレオ。ビブラート。いいんじゃないですか、このモデリング。なんかもう止まらないな。どっちかというとこうトーンを絞って、ジャズっぽい世界でも使えると
いいんですけどね。こういう、リバー、ディレイ、ディレイもたくさんあるな。ストライモン的なものもあればいいんですけど。エフェクトの数とかね、やれることに関しては、フラクタルとか、そこら辺にはまだかなわない感じがしますけども。ホールサイズ0から。なんですけど、僕は学生時代に師事しておりましたティム・ミラー先生みたいな、いけるぞこれ。なんかこうね、海外のレビュー見てると、どっちかというと歪みのやつ多かったんですよね。こうクリーンサウンド聞きたくて、どんな感じになるのかなっていうのがね、気になってたんですけども、全然想像以上に実はいい出来かも。タイムオフにして、ケンタのゲイン強めにして、と言いますか、こうエフェクトをたくさん並べたりすると、まあ、あの限界が来るようなところもあったりするんですけども、さっきのリバーブとかもそうなんですけどね、もう簡単に追加して、リバーブか、リバーブ追加して、ちょっとスプリングリバーブとかにしましょうか。スプリングリバーブとか、リングリバーブにして、横にディレイね、スタディオディレイとか、セーブとかもめちゃくちゃ早いし、これでアサインもできるのか。これちょっとパパッと覚えて早く使っていきたいな。
ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今日はフェンダー、こちらですね、トーンマスタープロで開封してプリセットだったりね、アンプを選択したり遊んでみたんですけども、サウンド的には後発マルチエフェクターっていうこともありまして、ケンパーとかね、ヒリックスとか、まあ、ボスのエフェクターもありますよね。そのあたりの美味しいところを、形にしたというか、デザインがいいですよね。UI とか、この形とかもそうなんですけども、もしかしたらこう、なんだろうな、靴とかで実際に踏むとなるとちょっとスイッチ感覚狭い感じはするんですけども、まあ、非常に面白い筐体で、これもスイッチなんですけど、このノブの感じも非常にいいですし、あとはこういったね、タッチのレスポンスが良くて、個人の感想なんですけども、もしかしたらね、これマルチエフェクターって設定が多すぎて、もちろんそういったところを追い込めるのが楽しいものではあるんですけども、設定めんどくさいなっていう方にもですね、これはちょっとアナログ感覚と言いますか、直感的に操作できますしね。音をチェックしながら、何かを追加する。まあ、ブースターをもう一つ、エフェクツからね、ブーストとか、こんな感じで、もう簡単に設定できるんで、もうおなじみのエフェクターじゃないですか、こういう形を見ればね。ちょっとトーンを下げ目にしようとか、トーンもちょっとフラットにとかね。こう、アンプとの特性とか、あるとは思うんですけども、組み合わせとかもね。こういったの遊ぶの楽しいじゃないですか。ちょっと僕はまだこれをね、本番と言いますか、何かに使おうかなってちょっと怖いところあるんですけど、ちょっとアンサンブルと混ぜてみたりとかっていうのをしてみたいなと思います。アンプとかもそうですけども、これはよく使ってるアンプであればね、デラックスリバーブとかもチョイスできたりとか、こういうスーパーリバーブとかね、ブルースジュニアとか、このあたりもリアルと言いますか、上から見た図になってますけど、このノブのね、このチキンノブと言いますか、ちょっとね、独特なノブもありますけども、憎い演出だな、これは。ちょっと面白いですね。もっと追い込みたいなとか、アンプのセッティングとかが欲しいなっていう人には、ちょっと物足りないかもしれませんが、実はね、まだまだアップデート予定されているそうで、まあ、アンプの数とか、エフェクトの数とかね、まだ100種類ぐらい、まあ、100種類以上搭載とは書いてるんですけども、まあフェンダー好きな人には、このアンプのね、セッティングとかたまらないと思うんですけども、もしかしたらね、このエフェクトの数とかに比べて値段が高いなっていうのはね、あるかもしれませんが、まあ、このあたりはちょっとフェンダーブランドと言いますか、ね、車とかでもあるじゃないですか。そのメーカーによってちょっとね、高くなったりっていうのはあると思うんですけども、フェンダー好きにはたまらないマルチエフェクターですよ。実は僕これ買う予定なかったんですけども、なんかこう欲しくなっちゃって、なんか悩んでるうちにね、また在庫なくなったり、今円安なんでまたね、高くなったりとか手に入らない可能性もあるんで、ちょっと妻に相談するとゴーサイン出たんで、じゃあ買いますってことでね、買ったんですけども、面白いですよ。この今1時間ぐらい触ってるんですけども、ノブも触れますし、こう直感的にね、 UI もアナログ的と言いますか、デジタルと混ざってるんですけども、非常に面白い機材です。このね、7インチのディスプレイが非常に見やすくて、今も結構後方から、しかもカメラ越しに今ディスプレイも見てたりするんですけども、非常にですね、タッチ感といいますか、まあこう直接ノブも触れますけども、こうね触ると
今ノブが動いてるのわかると思いますけども、まあ、細かい数値が苦手だっていう人はね、4とか 4.5、 この 4.5、 こうなんでしょうね、4に近い方と5に近い方でこう変わったりするじゃないですか、こうアナログアンプとかね、こういったところもちょっと再現してるんですが、面白いですね、このあたりもね。さらにこのキャビネットもそうなんですけどね、キャビネットのコレクションと言いますか、これもですね、面白くて、実際に僕 SM7B でよく撮ったりするんですけどね、この57とかもありますけども、いろいろねマイクの種類もありますし、そこから距離とかね、このエッジによるとか、コーンのどの位置にあるとか、このパラメーターと言いますか図になってるので、まあ、それに合わせて自分の好きなサウンドとかアンサンブルに合うサウンドをね選ぶといいんじゃないかなと思います。背面なんですけど、ここね、ここも穴が開いておりまして、熱問題対策もバッチリですし、今気づいたんですけど、このトーンマスタープロのここアンプをつけたらね、この LED がつくように、これ憎い演出ですね。ここにねインストゥルメントってあるんです。ここにギターベースインプットして、まあ、ここも見ていただけたらわかるんですけども、オーエクスターナルエフェクトループですね。ここもバッチリですし、ファズにも対応しているそうなので、お気に入りのアナログエフェクトなんかをねここに使ったりとか、ルーティングも可能ですね。ここにアウトプットがありまして、もちろんアンプとかねスピーカーとかにも出せるんですけども、どうやらトーンマスタープロ専用といいますか、同時発売のパワーキャビネットといいますかね、パワードスピーカーが発売になっているそうなんですけども、トーンマスタープロだけで生きていくっていうのであれば、もう揃えてもいいかもしれないですね。そして日本の家庭事情に嬉しいヘッドホンも対応しておりますし、エクスプレッションペダルもですね、さっき調べるとワーミーとか使えそうなんですよね。そしてマイクロ SD と USB-C、 そして初めて起動した時にねアップデートがありましたけど、アップデートもここでいけるということで、また専用のプラグインのね、アプリケーションもあるそうなので、確かトーマスタープロコントロールアプリだったかな、 Windows、Mac に対応しておりまして、まあ、この7インチのディスプレイに表示されているものが Windows、Mac のアプリケーション上でまたね、いろんな方が作られたサウンドとかも共有できるということなので、まあ、あとクラウドに上げたりとかね、今ここにリストビューというところにこのフェンダーとかこうクラウドのアイコンがありますけど、マイダウンロードっていうことで、こういう将来性もねまた楽しみな設計になってるんですけども、これね本当にマルチエフェクター苦手な人に僕はおすすめしたいものなんですけども、なんだろうな、フェンダー好きはたまらんですね。これはここまで動画をご視聴いただきありがとうございます。開封してサウンドチェックしただけなんですけども、まあ、直感的に触れるマルチエフェクターなのでね、確かに値段は22万と高いんですけれども、円安でやると130円ぐらいで設定されている値段なので、日本市場にはもしかしたら優しく提供されているかもしれませんが、まあ何でしょう、高いのでね、ポイ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 買えるものではないんですけども、サウンドも非常によろしくて、フェンダー好きにはたまらない、マルチエフェクターになっております。4キロでね、軽いですし、ケーブルとか、僕もコンパクトエフェクター派なんですけども、最近は。まあ、気になるエフェクターがあって、今、それもね、どうしようかな。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回は、フェンダー USA から発売になりました。フェンダー初のマルチエフェクター、トーンマスタープロを開封して、ただただサウンドチェックをしてみたんですけれども、まあ、フェンダー好きにはたまらない、サウンドになっております。特にタッチ、僕も、なんでしょうね、気になる派でですね、マルチエフェクターってこう、歪みはとても素晴らしいんですけども、クランチとかになるとね、っていうようなものをたくさん
聞いてきた、触ってきたんですけども、これはなんかちゃんとやっぱりフェンダーをモデリングしていてですね、これまでレイン6のね、ポッドとか、そしてヒリックスとかフラクタルとかもですね、アンプのギターのサウンドをですね、高めていった、企業メーカーがですねいて、そしてフェンダーがもう一度設計し直したというか見直したというような、感じと言いますかね、僕はそういう風に受け取っております。サウンドの感じとかしてもね、これ結構筐体も含めてなんですけども、よくこの形に収めたなとかね、この UI が、非常に使いやすかったり、形とかもねよく考えてるなっていう印象がありますので、なんかこうデザイナーとか設計者がすごいいいなと、最近ねこうフェンダーの革新的な、いろんなアーティストにねギターを、提供していたりとか、若いアーティストさん、日本もそうですけど、フェンダーね東京の方にフラッグシップのお店も、出ておりますのでね、僕も好きなプレイヤーたくさんフェンダー使っておりまして、僕最近フェンダーまた戻って熱が戻ってきましてですね、テレキャスターとかも使っているんですけども、またねちょっとこれを深く追い込んでまた動画にまとめたいと思いますので、参考になれば、もしよければですね、グッドボタンとまたチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ということで長々と喋りましたけども、以上になります。では次の動画でお会いしましょう。ゆうきむらでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。